おお、着きましたよ。米子北郎空港到着ですよ。私富所、初めての鳥取県ということで、テレビの前の皆さんにですね、たっぷりと魅力をですね、お伝えしたいと思います。今回鳥取県に旅立ったのはキレキャラの富所さん。とにかく鳥取グルメを食べて温泉に入りまくると語っていましたが、お笑いも忘れないでくださいね。すごい喋ってる。レッツゴー、撤収だ撤収。寒い。鳥取県といえば砂丘が有名ですが、その目の前には日本海が広がり、振り向けば中国山地の山々が連なり、最高峰大山は神が住む山として人々に崇められてきました。神話の時代から続く歴史と四季折々の自然、その恵みを受けた特産物や観光スポットが鳥取の魅力です。さらに冬は特別なごちそうも。鳥取のキングオブ冬グルメ、松葉ガニ。カニの水揚げ日本一の境港を取材しました。全国から美食が集うこの季節、関東首都圏エリアからのアクセスは断然飛行機がおすすめ。鳥取と米子、どちらの空港も羽田から90分足らずのフライトなので、日帰りだって可能なんですよ。気軽に行けますね。はい、便利ですね。いいよ、知り合いに似てる。まずは妖怪と魚介の町、境港へ。水木しげるロードをはじめ、駅周辺は地元出身の漫画家水木しげる先生の妖怪ワールドに包まれています。実はここで地元を案内してくれる方と待ち合わせなんですが、あ、北郎だ、北郎いる、北郎。あれ、この両サイドも妖怪。妖怪、大人をなめんなお前ら。すごいですか。人間じゃないか。いや、人間ですよ。私たちこの鳥取県で活動しています、うん、ご当地アイドルのマイです。ミオンです。タイマスでチェリップです。よろしくお願いします。ご当地アイドル、はい、チェリップ、はい、チェリップです。アイドル活動をしながら鳥取県を PR するチェリップ、マヨちゃんとミオンちゃんの2人に地元を案内していただきます。実は今、水木しげるロードを中心としたエリアでは大規模なリニューアル工事の真っ最中なんです。工事中。そうなんだよね。なんだよね、これね。でもこのコーンにね、ちゃんとそう、隠れ妖怪的なのがいるわけ。そう、いっぱいいますから。それ面白いね。たくさんいます。どこにもいますよ。本当に、うん、心もいるし。 あれはそうだね。ライトが、ライトも、ライトはでも全部大体そうですね。うん、なんかやめて、俺とそれは違いますね。その言い方やめて。ここだけじゃないです。ごめんなさい。見つけたみたいなこと言ってるけど、あ、じゃこれ、違う、人間、人間、人間、やめて、怒られるよ絶対。妖怪ケイト、ケイト巻き巻き、ケイト巻き巻き。ちょっと上手い、上手い、上手い具合に言わないで。もう分かんなくなっちゃうでも。完成は今年の夏、妖怪たちも待ち遠しいのかな。次は境港水産物直売センター。もう両サイドに新鮮な超取れたてみたいな。もう本日も取れたてばっかりで、うわ、もう見てみか、こんなね、もう、カニめっちゃ並んでんじゃん。ね、スマガニ解禁してちょうどシーズンですから、今一番美味しい時期。そうなんですよ、すごい。カニ美味しい時期俺来ちゃった。来ちゃいました。最高のタイミングじゃん。寒いけどいい時期です。そうね、そうね。ということで、いても立ってもいられなくなった3人は早速センター内にあるお店に直行してしまいました。早速ここでやった、もう取れたての海鮮丼を食べましょう。やりました。や待ってました。まゆちゃんのが特選海鮮丼。ズワイガニの身やマグロ、アワビ、炙りにしたサワラなど旬の海の幸がぎっしり詰まった豪華海鮮丼です。そしてみおんちゃんはカニたっぷり丼、ズバリたっぷり入ってます。カニたっぷり丼よ。すごいんですよ。カニ尽くしじゃん。ご飯見えないね。ご飯見えないよ、もうカニばっかよ、うん、うまい。めっちゃ美味しい。いや、そうだろう。さあ、そして私が何ですか、こちらウサギの三段飛び丼。かわいい名前。イカとイカだね。イカとイカね、うん、イカ尽くしめっちゃ美味しそう。カニがカニかまいな。ないね。実は富所さんにはまだカニはお預け。ということで、
白兎の神話にちなんだ鳥取市の白兎海岸をイメージした丼をオーダーしました。こちらも人気のメニューなんですよ。そして最後にみおんちゃんが地元で富所さんに見せたいものがあるということで米子市の旧城下町エリアを訪れることに。笑い地蔵、これですよ。笑い地蔵ぴったりですね。あれってことこれここで拝めば芸人としてもっとステップアップするってことこれ、ね、花開くと花開くのもっと大笑いじゃなくていいです。もう中笑い、いや小笑いでもいいので。ああ声に出したらいけないんだよ。本当だ、みんなに聞かれちゃった。心の中では違うこと思ってます。